どうも皆さん、草薙チャンネルにようこそということでね、後ろにはこの間届いたね、この金の盾がね、あるんですけどね、100万人かと思ってね、毎日ね、100万人かと思ってんだけどさ、いやーね、毎日ね、朝、起きるわけなんですけど、まあ、モーニングルーティン再現というか、そういう軽いトークにしようかなみたいな感じなんだけど、結構寝起きいい方なんですよね、僕ね。なんせ夜の10時には寝てるのが多くて、だいたい朝、最近は8時ぐらいに起きるかな。8時には起きても、くるみちゃん散歩したりとか、あ、コーヒー飲みますね。お湯注いですぐ作れるような、本当に簡易的な、うまいなって思いますね、コーヒーね。朝コーヒー飲んだりうまいっていう時は、すごい体がね、健康な時がうまいなと思う。なんか前の日とかちょっと食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると、なんかね、うまいけどみたいな感じで、それでもうすぐ目覚めて散歩行きますよね、やっぱね。朝ね、最近はね、なんかね、シャワーとかでお風呂ね、最近入んないんですね。なんか別にいいや、みたいな。夜入って寝てるのに、朝はとりあえずいいや、みたいな感じで。気持ちいいよね、散歩が。寒い時はもうめちゃくちゃ寒いんですけど。そう、だから散歩やっぱ好きですね、くるみちゃんね。ワンちゃんって思うんだけど、僕が散歩してあげてんですけど、結果的に僕もすごい健康になって、なんかね、まあ、僕がいろいろくるみちゃんの世話してるんだけど、逆になんかくるみのおかげですごい健康状態を保つことができるっていうか、不思議なもんですよね。本当に最近はくるみのが俺より偉いなと思って、ワンちゃんって人間みたいな欲がないんですよね。なんか、まあ、彼女的にはくるみ的にはいろんな駆け引きしてるのかもしれないんですけど、純粋でなんかね、人間みたいにね、なんかね、いろんなね、欲がね、ない気がして、シンプルに生きてるので、なんかね、僕は一応主人なんだけど、いろいろ、そう、朝すごい思うわ、それ。散歩しててすごい純粋で、でなんかくるみの散歩のためにも早く起きないといけないから、前の日早く寝たりとかして、そうなんだよね本当にそうなんだよ。だから朝はもうそれであれかな、コーヒー飲んで散歩して帰ってきてみたいな感じで、だから、まあれかな、顔ぐらいは洗わないとなと思ったりして、たまに顔を洗いますたまに顔を、そう、あれだよね、朝顔洗った方がいいよね、目やりがついてるんだよ朝は顔を洗おう、みんな散歩の時も今みたいなデニムかな。味出したいんで、やっぱブーツもが多いかな。冬はね、しかもね、あったかくてね、いいですよ、エンジニアブーツとかね。そうかな。でも外でまたそれでコーヒーカフェに入って、くるみちゃんとコーヒーするの好き。最近ね、カフェラテがあんま飲まなくなって、あんだけ好きだったのに、なんかもう一生分の牛乳飲んだみたいでなんか受け付けたいんだよねそう、おお、不思議だよね。そう、だからブラックがすごい好きで、あと朝ね、仕事ある時はね、結構ギリギリまで寝てて、焦るんですよね。くるみちゃんのご飯をしていかないと、さすがにね、一応コミュニケーションがあって、くるみちゃんとね、よだれボールっていうのが結構好きで、なんかボールをもうよだれになって、よだれまみれになって、洗面所のところで、脱衣所のところでよだれボールをちょっと5分ぐらいして、行くのね。でそれをしないとさすがにお留守番だけだとと思ってて、まあ、帰ってきてもよだれボールするんですけど、よだれボールって名前がねボール遊びなんだけど、もうよだれボールなんですね、うちはね。だから来る
くるみよだれボールしてたらもうよだれボールよだれボールって言ってなるのね。でそれをまあできない時もあるんだけど、朝起きてあの仕事の時はギリギリなんだけど、もう5分ではいはいっつってで出かけるかな。うん、そうだからパジャマで行く、上はね着替えないで、今日も実はもうこれほとんどパジャマなのこれ、ね、いいやと思って、これは昨日これで寝てるの俺はそうそうそう、言わなきゃ分かんないんだけど今日時間なくて、で下はもちろん違うよ、ジーンズじゃないよ、今日はこれパジャマ昨日のでこれ羽織ってでも分かんないじゃん、うん、って感じですかね。あと花粉がひどいから最近ね、それ花粉がひどいけど、うん、花粉と戦ってやってますかね。うん、でファンミーティングもちょっと延期になったりとかしたので、ちょっと時間が本当に何だろう空いて、そっかこんな時間があるんだ、なんか持て余しちゃいけないと思ったりとかして、今年も発表会やるからあのギターで曲作んないといけないなと思ったりしてるんだけど、なかなかねできないんだよねやっぱね。うん、そうギターもだからその後帰ってきて触ったりとか、そうこれもねあのね1950年ぐらいのギターで、ここのペグをねちょっと最近変えて、前から使ってんだけど、なんかここのペグってこう音が変えるんだけどさ、これがもうね1曲なんか弾いたらこうやって強く弾いてたらこれがずれてきちゃって、なんか3分ぐらい弾いたらなんか音が違うなみたいな感じでそうだから言い訳じゃないんだけど、昔はこれ一回なんかな72時間のライブで斉藤和義さんの曲を弾いたんだけど、それもう弾きながらチューニングがずれてるわけで、後でオンエア見たらなんでこんな好きな歌なのにうまくいかなかったのかなと思ったら、弾きながらこれがもうずれてきちゃって歌が違う歌になっちゃってるみたいな、まあ言い訳なんですけど、そうだからリベンジしたいなと思って、そうだからこれをなんかねすごい気に入ってて、軽いのすごくすごく軽くて、だから朝なんかねくるみの散歩行った後には結構練習してやってます。で音はいいでしょこれね、いいでしょって感じですかね朝はね。はい、でもまあ本当健康的にねみんなね、うん、好きなことをねやろうね、健康的に ね、だから曲も頑張ってなんか作って、今年もね発表会できたらいいなと思ってますので、うん、ね、金が欲しけりゃそれやるぜ、愛を知りたきゃ
たみないぜ。今日もこれを歌ってお別れしましょう。ということで今日はモーニングルーティーンを今日話してみました。チャンネル登録よろしく。クール今日もいっぱい遊んだね。楽しかったね。虹も出てるよ少しね。画面に、あ、どうも皆さん、ツイッターとインスタもやってますのでそちらの方もコメントよろしくお願いします。覗いてみてください。まあ、まずは YouTube チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとう。バイバーイ。クールちゃんあっち見て。あ、見た。すごいねあなた。